ね、2年働いてなかったんですよ、25から。それ結構すごい事実だね。お前今平然と言ったけど2年働いてないって親が飛び返るぐらい。すごいリアクション取らなきゃいけないぐらいの事態だよ、2年働いてないって。そうなんですよね。でもなんか親も意外とそこはあんまどうでもいいみたいなで。んでそんな、お前そんな落ち着き払ってんの、2年働いてねえのに。いや、なんか意外と生きていけるなっていう か。あ、なるほどね。高田健はい。一タイプね。で、それ相談なんなの？で、今、就職活動やってるんですけど、うん。まあなかなかあんまいかないんですよ、最後ま当で。たり前だろ、てめえ2年無職だったからだよ。当たり前だよ、社会正しいよ、そんなの。当たり前だろうが。それで何なの？で、まあ、こんなこと言ったら、信じてもらえないと思うんですけど、まあ、大学はそこそこ、いいとこ行ってたんですよ。なるほど、なるほど。ちなみはい。に、なんか、まあ、どこ大だったとか、ガンと言っちゃったよ。まあ、早稲田の方行ってたんですけど。早稲田の最寄り駅どこ？ なんでお前嘘つくの？お前のね、ダメなところ、そういうとこだよ。ちょっとでも自分をよく見せよう。嘘で自分を塗り固めていこう。でも嘘を塗り固める人生もうやめない？そういうところがお前の就職が失敗、うまくいかない、あれだよ。原因だよ。なるほど。お前自分に正直に生きろ。自分に自信を持って、たかが2年な、棒に振ったからって、早稲田じゃなくても俺はお前のこと相手にするし、視聴者なんか誰も責めたりしないから。ちゃんとしっかりもう自分に自信を持っていきなさい、あなたは。はい。本当の学歴教えてよ、最後に。僕は関西人なんですよ。知ってるよ、ここで、ね、イントネーションでわかるよ。近畿大学の方です。すげえ、なんか反応に困るな。におかだね、におか。憧れたんだ、そういうなんか、早稲田とかに。で、まあ、相談はあれなんですけ相ど。談なすみません、27なんですけあ、ど。お前いいじゃん。そのアラサー俺待ってたから。なんか悩はみ教えてよ、アラサーの。アラサーらしい悩みを。い。ちょっともう、さっきからなんか彼女続きでちょっとすんげえ恥ずかしいんですけど、まあ、女の話なんですけまあど、いいよ、全然聞くよ、俺は。今そ日の俺のは。彼女が、初体験が兄貴からのレイプで、で、まあ、デブ専で、で、バイセクシャルで、性同一性障害で、セックス依存症の僕っ子の彼女がいるんですけど、なんかもう本当にちょっとメンヘラみたいな感じなの。まあ、なんか意外に明るいんですけど、まあなんかもうメンヘラでもおかしくないような境遇山本に。太郎じゃないよね。違います。いやね、びっくりした。山本太郎だったらマジぶっ殺そうと思ってたけど、今二度とニコニコできなくしてやろうと思ったけど。いや、実はその彼女と付き合って、まあ、2週間ぐらい。で、まあなんかでも意外に付き合ってると、なんか好きになってくるというか、ああ、まあね。そういうところがあって、まあ結構好きになって、あ、なんか今俺この子好きになってたんだっ山本太郎にしか聞こえねえよ。おめえの悩みとかもうダメだよ。川田にしか思えねえよ。川田の最後のシーンやってくれよ、川田の最後のシーン。タバコをポロッと落とすシーンやってくれよ、おめえの。クソ女の、おめえの、ゴミメンヘラ女の話なんかどうでもいいから、川田のシーン動画で撮って送って、俺に。急いで頼むよ。この爆心送ってね。そう、任せた、こいつに。川田の。ちなみにどこ？大阪の大手門大学っていうところなんですよ。大手茨門大城。学？大学どこ？あ、実は大手門。絶対嘘だから。じゃあお前、大手門大学の最寄りの駅どこ？塚口駅。本当に？ガチの大手門大学なの、お前。はい。職業教えてくなんださかめっちゃ前に、切られたマイクのやつです。前に、これマジなこと言っていいですか？いいネよ。タじゃなくて、大手門なんですよ、僕。本当に？マジです。なんでさ、うちの国放送そんな大手門大学生が見んの？際教養学部って多分メジャー大手門なところしかないんで。あ、そうなんだ。はい。なんで、わ、めっちゃ大手門の人出てるって思って、どんどん。旋風が巻き起こってるんで、僕も。こんな巷でね、はい。大手門旋風。俺はちょっとこれから大手門大学を押していくから。ありがとうございます。ほんと、スポンサーみたいな感じで。俺がスポンサーになるわ。はい。あ、お東願い京しモーます。ド学院のスポンサーが楽太郎だろ。いい。なんかお前いいね。俺の一挙手一投足に笑ってくれるから、なんかお前を常にスカイプでつなげながら俺雑談したいわ。なんか SE になるじゃん。僕ね、あははみたいな。あれ教えてよ。24歳、ホストです。ホストなの？ホストです。なんかどこで働いてんの？歌舞伎でー。あ、そうなんだ。地形じゃん、めっちゃ。す。西新宿、前お花見行ったんよ。新宿中央公園？そうそうそう。あれだよね。まあ、仕事中なの？仕事中なの？あ、終わった終わった、あ、そ終わっうなんだ。て、今。ごめんね、ちょっと、うんこちゃん大好きなんですけど、うん。
あの、ちょっとタメ口になっちゃってごめんなさい。いいよ、全然タメ口でいいよ。あ、申し訳ないです。悩み教えてよ。悩みは、あれ、なんだろう、悩みじゃなくて、あの、家帰ってきたら、うん、あの、うんこちゃんやってたから、うん、そう。かけちゃったみたいな。そうそうそう、もう。じゃあさ、で頼みがある、じゃあ俺からの頼みがあるんだけど、聞いてもらっていい？なホストの間で俺流行らしてくんね。なんか、うんこちゃんってやつマジ面白いから見てくんねって、ニコ生お前ら知らねえのぐらいの勢いで。あ、でも、あの、客と、あの、満喫アフター行って、うん、うんこちゃんずっと聞かせてるっていう。じゃあそれどんどん広げてって。今日。広げてって。でも最高でしょ、それは。うん、広げてって、俺を。え、でも、なんだっけ、もともと、生主の、誰だっけ、やってる人いるでしょ、あの、船長。知らない。なんかめっちゃ売れてて今、うん、そう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 、売れてる人もいる。そうそうそう、もともとニコ生やってるやつが、うん、めっちゃ売れてて、うん、あ、クニーデップ船長って。そうあれがめっちゃ売れてて。あ、そうなんだ。ホスト業界でもめっちゃ売れ有名みたいな。え、なんかその有名なグループ入ってんの？有名な店入ってんの？あ、そう、めっちゃもともと有名で入って。へえ。いや、そう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 。あ、そうなんだ。いや、びっくりしたわ。ちょっと決まっ全然決まってないけど。お前売れてんの？うんこちゃん、え？お前売れてんの？俺は前はまあちょっと前200〜300万もらってたぐらい。何その今嘘ついたの？まあちょっと見え張っただろ。完全に俺嘘ついてる人を見抜くの得意だから今見え張ったでしょ。今は、うん、まあ、本当のこと言って。今リアンナ言うと50万ぐらい今は。あ、でもまあぼちぼち稼いでんじゃん。でも全然全然。で前は本当に200〜300だったけど今は全然。税金払ってないでしょ。あ、税金本当のこと言って、税金払ってないでしょ。え、ぶっちゃけ言っていい？うん。本当に言うと、うん、全く払ってない。だよね、そんなそうだよね。よかった、安心した。おめえが税金払ってたら俺ちょっとなんか、どうかしてると思った。そう、どうかしてる。でも俺はちょっと広めてね、俺を。はい。俺を広めて、ちょっと。ああ、じゃあ、ホストで。うん。俺の放送だから、ホストのなんかアフターで使って、うんこちゃん聞きに行こうぜ、つって。あ、もう全然、ね、大丈夫、大丈夫、もう。よろしく。何こいつ。何なの今の人。で、まあ28なんですけども、うん、まあちょっと声優みたいなことを。声優？はい、うん、やってまして。え、なんか有名な作品出てないの？いや、もう全然、もうやっとモブで出たぐらいの。え、それだからどの作品出たか教えて。別にいいじゃん、そんな誇っていいじゃん。どの作品のモブに出たか。うん、そうですね。教えて。まあ、バレることは絶対ない、うん、そうですね、ガンダム・ギルド・バスターズっていう。最近のガンダム？プラモデルの。プラモデルのガンダムのアニメ？はい。があったんですよ、夕方に。なんかすごいってみんな反応すごいいいよ。はい。それに。え、ちょっと待って、やってよ、その辺で声優言って。いいから言って、お願い。ほんと申し訳ないですけど。ちょっと言っていいよ。じゃあお前だってさ、それが言えないってことは、お前が有名になった時に、あれだよ。それ恥ずかしいってこと。え、自分の職業を誇ってないってことになるよ。本気で、俺も、いつも俺のさ、演技を見てないの。あ、いいか、じゃあ、僕、ガチでやっていい？ガチでやって、本気でやって、それから恥ずかしかったら俺マジもう二度と俺のこと見ないで。命かけてやって。命かけて、うん、その時のテンションで。うん、その時のテンションで、本気でやって。いきます。うわーみたいな。あ、まあ、うまいね、上手だわ。初でやられました。うん、はい、上手だった、今すごい。